太一さん。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。さあ YouTube 企画会議の時間がやってまいりました。 YouTube 企画会議とはですね、石戸と視聴者さんとの間で2週間に1回木曜日にですね、石戸の E テレの今までの成果報告と、そして今後のどういう企画をやっていくかっていうのを視聴者さんと話し合う大事な会議でございます。本日もご出席いただき誠にありがとうございます。さて2週間に1回チェックしているチャンネル登録者数の推移を早速見ていきましょう。さあ運命運命と言いながら運命を感じ続けている、むしろ強引に感じようとしているチャンネル登録者数の推移なんですけれども、覚えてますかね。8月17日あの日のチャンネル登録者数は551名、そして8月30日には591名極意なるものを手にして、9月13日は 2×3 は 6 2×3 は 6っていう風にはしゃいでいて、そして9月27日には678 678っていう風に678名になって、10月11日には宅建前でなごみと753名という発表してまいりましたけれども、今日は一体何名なんでしょうか。さあ早速発表しましょう。10月25日本日のチャンネル登録者数はなんと813名。813名、これはですよ、これはもう何かわかるでしょう皆さん。教育系 YouTuber のもはや定めとも言えるかもしれません。813、すなわちハイチさんですよ。そうハイチさんです。あのですよ、教育 YouTuber のレジェンド、とある男が授業をしてみたという動画の、もう教育系 YouTuber のレジェンドのハイチさんの称号を、まさかまさかですよ、人がもらえるとは思わなかったですね。10月25日本日のチャンネル登録者数は大変名誉な813名でした。実に60名の増になりました。改めてご登録いただいた皆さん、本当にありがとうございます。さて今後の企画なんですけれども、実はですね、10月25日といえば、よく見てくださっている方はもうすでにご存知のことと思います。そうです、宅建が終わりました。10月20日に宅建を受けてきて今5日経ってますね。さあどうだったのでしょうか。ということで早速宅建の動画を上げていこうと思って、しっかり作っていこうと思いますね。早速ですけれども、近日中に公開予定なのは、その前日に人が思うことという動画をですね、お届けいたしますので、ぜひですね楽しみにしておいていただけたらと思います。そして肝心のですよ、覚えてますとも、覚えてますとも、B 男の動画をですね、実はあさってやっと声をかけてフィジックス君から声をもらうようにしています。なのでもう間もなく公開できると思いますね。さて果たして一体点数は何点だったのかね、本当にもう何ヶ月経ってしまったのかって話ですけども、改めて公開していきたいと思います。ぜひですね、まだ見てないよって方はですね、近日公開するので、このビリオとかの動画ぜひ見ていただけたらと思います。そして講義動画ですね。講義動画はありがたいことに、実はですね YouTube からではなくてですね、今回 Twitter からリクエストをいただいた動画があります。それは何かというと、ヨードフォルム反応について説明してくださいというリクエストを Twitter からいただきましたね。ヨードフォルム反応とは有機化学の検出反応なんですけれども、こちらの動画もう撮って編集も終わってますので、すぐに公開できると思います。ぜひ楽しみにしておいてください。これはですね、長くなったので2つに分けるんですけれども、通常バージョンと、超重要事項を押さえておくバージョンと、そしてアルティメットバージョン、ね、何かあればことあるごとにアルティメットって言ってますけれども、あのアルティメットバージョンもね、お届けしようと思ってますね。そして大好評の企画、今日のセンターと大学紹介は続けていきたいと思いますので、ぜひですね、そちらも楽しみにしておいてください。今後もですね、どんどん動画作って、皆さんに価値ある動画を届けていきたいと思ってますので、ぜひですね、今後ともよろしくお願いいたします。今日はですね、第17回 YouTube 企画会議をお届けいたしました。さて、本日の石戸の E テレいかがだったでしょうか。本日は第17回 YouTube 企画会議をお届けいたしました。10月25日のチャンネル登録者数は813名ですね。ハイチさんという形で勝手に
教育系 YouTuber の運命を感じてますけれども、皆さんはどう感じたでしょうか。そしてやっと宅建が終わりました。これからは宅建の勉強する時間がなくていいので、動画のペースとかも上げていけたらなと思っております。そして大好評のコーナー、今日のセンターや大学紹介動画や、そしていろいろな講義動画、もちろんビデオとかも忘れてません。引き続き編集して動画アップしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらと思います。何かですね、こういう動画が見たいとか、こういう動画を作ってほしいとかのがあればですね、ぜひリクエストいただけたらと思います。そしてこんな頑張ってる教育系 YouTuber がいるということで、Twitter や LINE や Instagram や Facebook で SNS でどんどん拡散していただけたら大変嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いします。まだチャンネル登録してないよって方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録いただけたら大変嬉しく思います。813名おめでとうございます。一度も教育系 YouTuber のレジェンドとなるように、これからも頑張ってください、応援してますって方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけたら大変嬉しく思います。それではですね、今後もどんどん頑張っていって、年内には目標の1000名を超えたいと思ってますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。皆さんも寒くなりますが、体調を崩さないようにぜひ気をつけてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。